皆さんこんにちは。2代目ファンキル先生、声優の結城かなです。ジングルベース。前回私サンタさん来ましたよね。あれでいいじゃないですか、可愛かったし。なんでトナカイなんですか。クリスマスって言ったら女子のサンタガールでしょ。なんで格下がってんじゃないですか。先生なんですけど。意外と似合ってます。意外と似合ってますじゃないですよ。意外とってなんだよ。ひどいな。良い子のみんな、メリークリスマス。サンタさんだよ。何なんですかもう本当に今日は。いや分かりますよ見れば。なんだこの台風のでかいサンタさんは。はい、ディレクターの富田です。言っちゃった。よろしくお願いします。ディレクターのサンタ富田さんです。これひどくないですか。前回逆でしたよね確か。僕の勝ちということですよ。え、どういうことなの。俺のソリを引けということじゃないですか。おい、私が交換ですか。一応ファンキル先生あの主役なんですけど、僕もなんか今日来てこれ来てって言われたんでよくわからないです。じゃあ今日はあの、はい、サンタ富田さんと、はい、あのトナカイ結城でやっていきたいと思います、はい、題して、はい、ドドドン、ドドドン。クリスマス企画といえば前回もやりましたこちら、俺の姫自慢コンテストパート2。はい、ということであの去年のクリスマスにもやりました、はい、あの俺の姫自慢コンテストを今回も紹介していきたいと思っております。じゃあ早速行ってみましょうか。たくさん届いてるそうなので。よいぞよいぞ。スタート。まずはこちら、ドドン。ウォッカさんからいただきましたコメントが、ファンキルの自慢はもちろんこのローザやわ。大将みたいなこと言いますね。すごいですテイダス、全星ついてる。すごいね。本当だ。でもこれになるために何回転生してやったことかって、ね、うん、マナシードつけて育成して本当ですよ。600、すごいな。武具なしで655、はい、こりゃ頑張りましたね。愛が見えます。ローザちゃん、はい、たまためからやってきてくれたローザちゃんですね。うん、最近ですもんね、はい、じゃあ次行ってみましょう。どどん。サトルトミトイダ、トイダ、トミダさんかと思ってびっくりしちゃった。はい、はい、トミートイダさんからいただきました、はい、ティルフィング出会った時からなんてまっすぐな子なのだろうと、それでいて強くクエストでもクラスマッチでもコロシアムでも勝ちや負けを共に経験してきた。さあ友よ、共に戦場をかけようぞ。神軍、神軍師トミー、僕こそがティルフィングのマスターだ。やっぱトミーさんじゃないですかこれ。違います。違うトミーさんがいるんですね、はい、わあすごい、すごい、みんなちゃんと、ね、うん、育ててるんですね。すごい、最近出たブラックキラーズから、うん、うわー愛ですね。すごいですねこれも、やっぱよく育ててあるな。やっぱティルフィングちゃん最初出てきて、うん、1周年で星6で解放して、ユニットとして続々と新ユニット出たじゃないですか、はいはいはい、嬉しかったでしょう ね、 そうですね、本当にね強いですからね、はい、いいな。じゃあ次行ってみましょう、はい、ドドン。りょうさんからいただきました、我が最愛の姫ロンギヌス、最初に会い一目惚れ、笑顔に癒されけなげな姿に元気をもらい常にロンギヌスとあり、クラスマッチはロンギヌスと共に激戦を戦い抜き地上の、称号を手に、そんな素晴らしいキャラに出会えた感謝、これからもロンギヌスと共に歩みゆくここに誓うと。かっこいい、すごいですね。おお、すごい、4位だ、すごい。ロンギヌスでパーティー組んで、組んで、あ、ロンギヌスパーティーでここまで行ったってことかな、かな。4位になるのにここまでこのパーティーで行くのはすごいですね。すごいですよね、まあ、散らしたりしてんのかな、どうなんだろう。いやでも素晴らしい、それじゃなくても4位ってすごいことですからね、うんうん、一目惚れすることが多いんですかね、こうなんか使ってるうちにこう好きになってきたとか、どうなんですかね。ファンキルの推し姫は一目惚れが多いんですかね。どうだろう、一目惚れの人もやっぱ何人か聞きますし、うん、私はやっぱずっと共に戦っていって、うん、愛着が湧いて好きになっちゃった派ですね。デランダルとか、うん、はい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 、デランダルちゃんとか、いや、 やっぱロンギヌスさん人気ですね、うん、すごいな。さんからいただきました、トリシューラちゃんが好きです、中でも神竜規定かな、うん、のトリシューラちゃんが好きです。ファンキルを始めた頃は我が舞台のエースとして戦力的に第一線を退いた今でも
運極飛行戦力として大活躍しています。これまでに1万8000体以上の遺族を投げ払ってくれました。好き。すごい。どんだけ集めてるんだって感じですね。すごい。私も、はい、本当にこのトリシューラちゃん、うん、イベントのですよね。そうですそうです。すっごいお世話になって、今でも集会する時とかお世話になってます、はいはい、今でも使ってます。使いやすいですからね。そうなんです。わー嬉しいですね。貯めてますね。1万8000体を切り刻んできた実力。1ページ全部トリシューラちゃんで埋まってるのが圧巻ですね。素晴らしい。では続いていってみましょう。もちもちさんからいただきました。ファンキルで初めてレベル90にしたのがこの子でした。水着シリーズ最高です。ヤグルちゃんが、ヤグルちゃんですよ、ね、これ水彩かな、なんでしょうね。すごい可愛く描いてくださって、ちゃんとあのね靴下のハートとかもちゃんと柄にしてくださってて、これは確かあの美香子氏とやってるラジオでどんな水着がいいかっていうのを聞いて、私が無茶を言って、はい、あのスクール水着とオーバーにって言ったキャラなので、この子ちゃんと再現されて、ね、イベントで初めてレベル90にしてくれたってことですかね、はいはい、前もなんか話したことありますけど、うん、初めてレベル90にした子って、うんうん、ね、ちょっと思い入れというか愛着が湧きますよね。そうなんですよ。わーでもそれがヤグルシちゃんってことですごい嬉しい、うん、ありがとうございます。もちもちさん、私もヤグちゃん好き。こちらポンカーさんからいただきました。令和店員推し結構いるのにブレフロの画像がないのはどういうことですかな、はい、あコラボしてましたもん ね、 そうですコラボですね。ちなみにドットエアブレフロのトレスしたやつです。そこまでするくらいには好きです。てかブレフロコラボ復活してくださいお願いします。ブレフロコラボですか、まあ、じゃあ検討しましょうかね。またねこれはねやっぱ相手の都合もありますので、うん、あれですけど、ブレフロコラボをやった時にやっぱりブレフロのやってる方にもレイバーティーにすごい評判が良くてやっぱ人気あるんだな。かっこいいと、はいはいはい、この右側のやつブレフロのやつ で、 ね、それをトレスしてドット絵にしたってことですね。ブレフロの中でレイバーティーに使うああいうドット絵なんですけど、すごい良いね良いね。トレースしたんでしょうね。すごいな、かっこいいな。すごいこんな感じでちゃんと動いて戦うんですよブレフロだと。あちゃんとブレフロもやってくださったということです。ありがとうございます。続いてこちらドドン。私の自慢の子です。愛情込めて育ちました。あ、これチキンさんですね。見てください。私のヤグルシ愛を。すごい。マジか。マジかって言ってましたね。マジか。すごいな。いや、私も相当水着ヤグルシ愛を込めて育ってて、うん、結構自慢できるぐらいには育ったんですけど。これは強いっすね。これより、うわー。いや、うん、まあいい勝負かなって感じですね。いやこれすごいですよ、うん、ちょっと負けたかもしれないですね。あ悔しいな。いやちょっと今度ね、はい、いつかヤグル試合を熱く語り合いたい中ですね、はい、こちらはいいな。わしが一歩進むさんからいただきました。こんなに長く付き合ってくれたのはうちのキル姫だけですよ。過去ダンス1442段経過してる。何してんの？どういうこと？待機かな。なんでそれをしようとした？僕はこれ好きです。このネタのためだけに多分ここでね。そういうことだよね。1442段、いや普通にやって1442段かかる計算ないはずなんで、ずっと段終了し続けて、うん、何やってんですか。あなんか、はい、わしが一歩進むさんはすごいたくさん送ってくださったらしいですが、ピックアップしてスタッフさんがこれが面白い好きだってことでこれになったらしいです。なるほど。何分かかったのか何時間かかったのかちょっと書いてほしかったですね。はい、あ素晴らしい。じゃあ続きましてこちらドゥドゥン。こちらペリアールさんかな、はい、からいただきました。人生を費やしてもいいと本気で思ったキル姫ケラウノス、うん、今後どんなケラウノスが来ても全て極めてみてやるとのことです。素晴らしい。あのケラウノスちゃん最近ほら、うん、あの制服バージョンとか体操着とかも出たじゃないですか、ね、じゃあ嬉しかったでしょうね。そうですね。おおおお来た来た。おすごいすごいすごい。おうわ戦闘力
録700近いですよ。10でねこうなるのすごいですね。え、すごい。制服だけでもこれ相当、うん、ね、ゲットしたっぽいですね。これすごいな。すごいな、これケラウノスちゃん推しっていうのも、うん、結構珍しいって言っちゃあれですけど、はいはい、まあ、ごくたまにすごい方々がいるんですが、うん、その人ですよね、きっとね。そうですね、なんかすごいな。ザ・ジューっていう感じのね、育ち方でいいですね。あ、本当？このね、パラメータ美しくていいですね。本当だ確かに、そうね、そうね、うん、まあやばいね、120いってる。まあこう161ですからね素晴らしい。まあでも狙われたらやられちゃうんでしょうね。ちょっとやられちゃうみたいな、うん、いいですね、一撃必殺って感じで。こちらミソ 30S さんからいただきました。捨て的には育て直すつもりですが、新電波6人レベル90、早いね。え、運動完了です。すごい。え、本当だ、すげえ。収録してる日はクリスマスではないですから。そう、もっともっともっと前なので、この時点でこのタイミングでこれか。はあ、とりあえず90にしてステータス的には転生する予定だけども、うん、だって運動分全部もうやってるってことですよ。ってことですからね、はい、相当電波ステージ回らないと。そうです、そうです。しかも全員でしょ。全員6人。うわ、すごい。これはすごい。すごいですね。運の部分があの緑じゃなくて青になってるのが素晴らしいですね。うんうん、ぜひこの後は、はい、ね、転生祭りじゃ納得いくまで転生してもらえて、はい、こうリリボンいっぱい売らなきゃですね。そうですね。いっぱいゲットできるようにしてください。はい、お願いします。ということで他にもたくさん来てたんですけど、今日は時間の都合上紹介は以上になります。たくさんのご応募ありがとうございました。私たちの中で独断と偏見で、はい、うん、最優秀賞を決めなくてはいけないんです。僕1個選んでいいんですか、はい、ちょっと自分のこう心に触れたものを。触れたものを。確かね、1年前は僕アイムールをしてくれた人を選んだんですよ。あ、そんな気がしますね、はい、で僕はその時僕がアイムール好きだったからっていう理由なので、うんうん、今回もそういう意味で僕の思い入れのあるキャラを選んでくれた子で言うと、発表しちゃいますか。じゃあいいですか。はい、トミーズサンタイズ優秀賞。でで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 ダン。ケラウンスを選んでくれた、ペリアさんかな。おめでとうございます。いや、ケラウンス推しはね、うん、すごい気持ちわかるんですよ。僕も好きだったんですけど、うん、開発当初とかの話をするとですね、はい、一番初期リリースの時って、うん、星5になる銃って少なかったんですよ、うんうんうん、ドラフマーストラとマナさんのフライクゲーだけとかだったんですよ、はいはいはい、あ、まあ10ユニット。 そうでしたね。で星5の銃増やそうかってなった時に、うん、ケラウノスが第一候補に上がってですね、うんうんうん、でケラウノス出したんですけどちょっとね癖があったんですよ、はい、っていうところでね不遇だったけどね活躍させてーなーと思ってずっといたんですけど、うん、まあ、この度ね、はい、学園で出てね、かっこよく可愛く、うん、かわいいです。で性格もねこれサバサバした感じの僕好きだったんで、うん、まあ、思い出があるということで選ばせていただきました。 おめでとうございます。おめでとうございます。キラウの鈴木としてはこんな開発秘話的なことが聞けて嬉しかったんじゃないですかね。早く強くしてなと思ってたんですけど、うん、やっと学園で来ましたね、日の目に、はい、うん、じゃあ有機的最優秀賞独断と偏見で有機トナカイ賞。うー、悩むな。今ね 2,3 個にしまったんですけど、電波組インクさんを全部運マックスにしてた方、ミソ 30S さん、おめでとうございます。どういったところが。やっぱね、はい、あのさっきも言いましたけど、うん、まずこの速さ、速さ、ね、めちゃくちゃ速いですよ。やっぱ先生たるものね、自分でずっとやって育成してるじゃないですか、はい、育成してます。休憩時間とかずっとやってるんですけど、やってます。それから見てもやっぱりこういう速さ、速いですよ、はい、でもって今回のコラボじゃなく前のとか、はい、その前のとかの電波組さんのコラボでもずっと貯めて貯めて貯めてたはずです、はずです。それの結果ですから、はい、やっぱ電波組への愛を感じます、うん、素晴らしいです。よかったですね、新規のね星6の強いキャラが出て、ね、ということで私たちの独断と偏見による最優秀賞が2人決まりました。お二人には栄誉を与えますので、栄誉です、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで他にもたくさんご応募ありがとうございました。はい、ということでどうでしたか。いや本当ね、
人によって、いやマスターによって、もういろいろ愛し方がね違うなと。そうですね、キャラが好きな人もいれば、うん、性能が好きな人もいるし、うんうん、リーダースキルが好きとか、こういうインスが好きとか、そうですね、もう人の数だけ愛し方があるんだなっていうのはやっぱりね、うん、2回目でもやっぱ感じましたね。感じますね。極めるのもいいですし、はい、例えばパーティー全部5個同じユニットにしてもいいですし、うん、いいですね、愛の表し方か。私はどうしようかな。私もちょっとじゃあ愛について考えて育ててみようと思います。あ、育てる方ですね。よかったよかった。脱線したかと思いました。え、違います違う。ファンキルのですよ。ファンキルのキル姫への愛ですからね。何の話ですか、はい、もう本当に俺の姫自慢コンテストパート2ということでご参加ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お楽しみに。バイバイ。バイバイ。メリークリスマス。メリークリスマス。あっほー、いいクリスマスを過ごしてください。楽しく。さあ、じゃあファミチキ売りに行かなくちゃですね。え、今からバイトっすか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。